サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ理系担当ベントと、どうも、カサニマロ文系担当月野とです。ということでね、今日は NG のね、履修登録のやり方っていうことでね、やっていきたいんですけども、履修登録ってさ、みんな、1年目のみんな、めちゃくちゃ難しいと思うね。もう意味わからんことだらけ。月野とも最初、履修登録、はてな、はてな、はてなっていう感じやったんですけども、NG さえやらなかったら、基本的にはね、うまくいきます。そういう風に履修登録ね、難しく考えなくていいんで、NG だけはやらないようにね、ぜひとも気を守ってもらったらいいなというふうに思います。じゃあ早速ね、弁当くん大前提お願いします。はい、ということでやってまいりましょう。まず大前提は、取りたいプラス必修を取っときゃいいということですね。めっちゃ簡単ですね。まあまあ必修科目っていうのは理系の人だったら特にありがちなんですけど、必修、それから選択必修。まあ、こういうのは大学生完全マニュアルみたいな動画があるんで、それの冒頭でね、履修登録についてお話ししてるので、まあそれで概要欄に貼っとくんで、それ見ていただければいいんですけど、取りたい授業は取ればいいのかなっていうふうに思いますね。余計に小賢しいこと考えるよりは、まあ取りたい授業を取っておいた方が、結局そのモチベーションがある授業で、その時間割が埋まっていくので、そうするとしんどいなとか学校行きたくないなっていうのがまず大前提減ってくるのかなっていうふうに思います。なのでまあ今からなんやろな NG 集とかいろいろ紹介しますけど、まあ僕的には何よりも取りたいっていうのを第一優先にしてほしいなっていうふうに思ったりしてます。はいはい、ということで早速丸1からいきましょう。はい、もちろんさで弁当が言うとおり取りたい授業取ってもらったらいいねんけども、吹きのとおすすめしないのは NG1 個目、登校技術の授業ばかり取る。これ一番裏技で結構一番大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、登校技術、小さい部屋と大工事室、大きい部屋があるんですね。それはもう学校の地図とか、例えば、なんとか塔みたいなのマップを手に入れて、大学行ったらね、わかるんで、それも写真でも撮って見てほしいんですけども、結論言うと、小工事室の方が人数が少なくて大変です。課題が重たかったりとか、要するに人気がないから小工事室というパターンも多かったりとかするんで、要するに課題が大変だったりとか、毎回発表せられたりとか、めっちゃ意見求められたりとか、もちろん学びを深めたい人にとってはすごくいい授業はねんけども、まあ、基本的に楽をしたいと思うね、大学生ってみんな。そういう人にとっては、小工事室はお勧めしない。大工事室を取っておくと、もう出席取りませんっていう授業もあったりとか、結構緩い授業がすごく多かったりするんですね。だから取るなら、大工事室、大きめの工事室、取るようにしてください。っていうのが1個目でした。この補足だけすると、まあ結構なんやろな、面白い授業が大工技術やったりするんですよね。広島大学だったら、睡眠の科学とか、なんかその睡眠に関する授業があるんですけど、それめっちゃ大工技室でやってるんですよ。で、大工技室ってのは楽、か、おもろいか、みたいなところですね。次に NG2 個目。空きコマを作るっていうことですね。例えば、1コマと4コマだけ授業を取るとか、まあ2コマ、5コマとか、5コマ、4コマとかもなかなかお勧めしないですけども、とにかく空いてるコマを作っちゃうってことです。これ何が良くないかって言ったら、結構授業とこの授業の間、例えば3コマって、1コマだいたい1時間半あるんですね。例えばじゃあ、2コマと4コマやったら1時間半何もしない時間が生まれちゃうわけですよ。結構大学で1時間半潰すって難しくて、まあご飯食べても30分。で、まあ図書館とか行って本好きな人だったらいいと思うんですけども、基本的にはなかなか1時間半潰すってのは難しいんですね。だから結局、4コマサーボロって言って学校をサボっちゃって、そのまま遊びに行って、その授業単位落としちゃうとか結構あるあるやったりします。だからやるなら結構続けた方が良くて、もう1、2、3、4コマ取るとか、まあ2、3、4、5で取るとか、そういうのがおすすめかなっていう風に思ったりします。とにかく、空きコマを作ると、その後のコマね、サボっちゃうことが多いよっていうのは、結構ね、通例であったりするので、そこはね、覚えておいてください。じゃあ次、三つ目、行きましょう。はい、毎日一限から、これはね、おすすめしないです。で、まあもちろんその、取りたい授業が一限なんですっていうんだったらいいんですけど、取りたくもない授業が一限から、これなかなかね、めんどくさいです。めんどくさいっていうか、鬱陶しくなってきます。で、特に月曜の一限はね、避けたらいいのかなっていうふうに思ったりしておりまして、まあ、火曜から金曜はね、なんかなんだかんだ耐えるんですよ。一限でも別に行けたりするんですけど、月曜の一限結構しんどいですね。月曜が二限からであるだけで、結構めっちゃ楽なんですよ。で、まあもちろん行けますよ。月曜一元からでも全然学校生きていけるんですけど、めっちゃやりやすくなります。月曜の一元がないだけで。なので、ぜひともね、一元は避けてみてください。取りたい授業とか必修が一元やれたらしゃあないんですけど、はい、避けてみてください。日曜は遊ぶやん。日曜遊ぶから、月曜の一元なんて起きれないっていうね。そうそうそう。もう、火、水、木、金で生活リズムを戻して、土、日で崩れて、月は引きずってるみたいなことになってるんで、大学生は。はい。月曜の一元は避けましょう。
はい、じゃあ4つ、お願いします。はい、テストの授業ばかり取る。これどういうことでしょうか？あ、そうやな、これ俺か。テストの授業ばかり取るっていうのは、はい、結構いろんな授業があって、テストで最後単位がもらえる授業、レポートで単位がもらえる授業。もちろん基本的に出席はあります。出席プラステスト、出席プラスレポート、出席プラス発表、あとは実験っていう、まあ大きく言ったら4つぐらいの括りがあるんですけども、まあ実験は一応強要ではないと思っていて、まあ3つぐらい括ると、一番大変なのがテストかなっていうふうに思います。やっぱりテストは、それができないといけないですし、で、テストっていうのは同じ習慣に固まるんですね。みんなが中間期末とか高校でやっていたみたいにテスト習慣っていうのがあってすごいテストがバーってくるんよ。でテストの授業を例えば15個取ってるってなると毎日テスト勉強15個やらなあかんくってめっちゃしんどいよね。だからテストレポートバランスよく取っていくのが大事で、比較的レポート多めの方が楽かなっていう風に思ったりします。例えば先日のレポートでも終わりですやったら、先日のレポートなんてまあ1時間もあったらね全然書けちゃったりするんで、1時間で単位もらえるって思ったら結構コスパ良くないですか？ということでテストの授業ばっかり取っちゃうと結構しんどいのでおすすめしないよっていう感じですね、うん、じゃあもう5個目お願いします。はい、楽単ばかり取る、これも結局面白くない授業やけど楽みたいなのって結局しんどいんですよ。もう結局面白いことを勉強した方が身にもなるし大学に行ってる意味もあるので、楽単ばかり取るんじゃなくて、なんか自分がなんかこれを身につけとけば将来役に立つかもなとか、これ知っとったら自慢できるぞみたいなのを取ってほしいんですね。特に理系の人も教養科目とかいう全然意味のない授業を取らなければいけないと思うんですけど、せっかくだったらなんか自分の身になる授業を取ってほしいなっていう風に思ったりするんですね。でその中でもなんかもうどれもダメだなみたいな、どれも面白くなさそうだなっていうのがあった時に楽単っていうのを取ったらいいと思うんですよ。でそういう時になんか代行技師の授業を取るとか、レポートの授業を取るとか、一元を避けるとか、あの出席がいらないやつにするとか、オンラインのやつにするとか、そういう小賢しいことをその時になったらやったらいいと思うので、楽単ばかり取るっていうのはおすすめしないです。最終的になんかもうどれもダメやなってなった時に楽単を取るっていう意識でいると結構いいのかなっていうふうに思ったりします。まあ一応学びをね享受する場所なんでね、大学っていうのは ね大前提そうなんでね。はい、じゃあ6つ目お願いします。はい、一人で授業を取るっていうことですね。これはまあだから NG ってことですよ。一人で授業を取るのが NG っていうことなんですけど、まあ僕は正直なんかあんま気にしてなかったんですけど、特になんか自分が苦手であろう科目、僕なんか日本史の世界史の授業を取るときとか、なんか吹野東君となんか一緒だった気がするんですけど、世界史本当に苦手なんで、そういうときはなんか世界史ちゃんと分かってる人と取ると、なんか授業の後になんか教えてもらえたりとかします。で、あとなんかもう万が一なんかもう昨日徹夜とかしててなんか寝ちゃったみたいなことになった時に、わノートがないどうしようみたいな風になるじゃないですか。そういう時にノートを見せてもらったりすると、まあ、なんとか耐えたりするんで、その学びが充実しがちかなっていう風に思ったりします。あとは友達といることによってこいつよりは頑張ろうみたいな風になってモチベーションにもなったりするんで、あいつが起きて授業に出てるのに俺が行かないっていうのは良くないみたいな感じで単位を落とすリスクも減りますし。俺シンプルに思ったんが、なんか友達と一緒に例えば弁当がいるから弁当に会いに行く感覚で授業に行こうみたいな感じで授業に行くのが楽しくなるっていうのは大事かなと思っていて、なんか結構さ男子とかやったらちょっと面白いなと思うのが、例えば好きな女の子とか推しの女の子いるとするやんか、だから推しの女の子が授業にいたらその授業だけは休まんとか聞いたことあったりするから、そういう風に気色悪いような授業があれじゃなくてその友達と会いに行けるみたいな感じがモチベーションだったら、それはそれで、ね、結果オーライかなっていう風に思ったりするので、そういう意味でも友達と取るっていうのは結構良かったりするかなっていう風に思ったりしますっていう感じかな。ということでね、口頭でお話しします。今日ねお話しした NG なんですけど、商工技術の授業ばかり取らないようにということと、空きコマあんまり作らない、あと毎日一次元化やめましょうと、でテストの授業ばかり取るのもやめましょう、楽単ばっかり取るのも良くないよって、一番最後一人で授業を取るのも良くないよということで、お話しさせていただきました。ただ大前提、取りたいプラス必修を取っとけばいいよということでね、履修登録の NG 集これで完璧なんじゃないでしょうかということで、何か補足ありますか？終わり終わり、バイバーイ。前は天才天才天才カリスマ無敵無敵無敵、解けない問題なんてないさ、令和のガキデポだ。君は世界を良くする使命を持って地球にやってきた。お前は天才。